はい、皆さんこんにちは。今日もチャット GPT の 4O、 これのお話をしたいと思います。今回はそう言いながらも何やらキャンバスのようなものが出ていますけれども、どんなお話をするかと言いましたら、チャット GPT4O の画像分析機能とDALL-E3で描画する AI 画像生成、これがとっても進化したんではないかな、そんなふうに考えてお話をしたいと思います。説明をしなくてもサムネイルを見てくれた方はわかると思うんですが、僕のとっても下手くそな絵、それをですね AI によってちょっと上手にですね、似顔絵というかなんというか、そういうものを作ってもらいました。僕は先日から M2 の iPad を買ったんですけれども、 Apple Pencil まで買ったのに絵がうまく描けなくって、こりゃどうしたもんかと思ってたんですけれども、絵をうまく描いてくれるんなら便利に使えるな、皆さんの中でも絵が僕は苦手だというような人には朗報なお話をしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まずそんな下手くそな絵を描いてみます。なんか黙々と描くのが恥ずかしいような、そんな感じですが、ちょっと描いていきましょう。服は T シャツにします。半袖 T シャツ。星の絵書いておきます。半ズボンにしましょう。はい、どうでしょうか。こんな下手な絵誰も描かないですよね。まあでもこういうふうに描いてみました。ちょっとカメラを俯瞰カメラにしてみます。これをスクリーンショットを撮りますので、このようにスクリーンショットを撮ります。これをチャット GPT に絵を描かせてみようというわけです。今ブラウザを立ち上げました。そしてチャット GPT の画面にします。そして通常のチャット GPT にしまして、ここにありますようにチャット GPT4O というふうになっています。じゃあここで絵を入れてみます。添付ファイルをします。写真ライブラリーから入力します。この絵を使います。この絵は太郎くんです。この絵からよく似た顔とポーズでリアルな写真風の画像を描いて、風が間違ってますね。
はい、これでお願いしてみましょう。案外考える時間は短いですね。今までの GPT-4 の倍ぐらい速くなったと言われていますので、まずまずの速さで描くんだと思います。メガネをかけててちょっと走ってる感じかな。ちゃんと胸のところには星のマークがあります。はい、おー、いい角度ですね。どうでしょうか。半袖。はい、こんな感じですね。いいじゃないですか。じゃあもうちょっとアニメ漫画チックに描いてもらいましょう。はい、今度はアニメ風です。ちょっとさっきよりも元気がない感じですけれども、ズボンの格子になっているところなんかもちゃんと描いてくれています。はい、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。最近になってチャット GPT の方はここからいろいろ編集ができるようになっています。ですからここにプロンプトを入れて編集をすると、この絵を変えていくことができます。今度は画面のところにキーボードを出しました。キーボードはね、大きすぎると思ったらこうやって2つで挟むようにしたら小さなキーボードにもなりますから、ここで入力をしてみましょう。服の色は黄色に、このようなプロンプトを打ってみます。こんな風に黄色になりましたね。いい感じですね。このように一度描いた絵をいろいろ編集することもできる。そしてあの下手くそな絵からですね、いろんな画風に変更ができるということです。最後にもう一つぐらいやってみましょう。水彩画で描いて、そんな風に言ってみます。これ一番いいかな。どう思いますか？僕のこの下手くそな絵をですね、こんなに可愛く描いてくれる。皆さんも一度 GPT-4o の画像分析、もしくはそこからの画像生成、これらがとっても素晴らしくなったことを一度試してみてください。今日は絵が下手くそな僕でもなんとかこれからやっていけそうな、そんなお話をさせていただきました。ありがとうございました。またねー。